スペインリーグ第5節。スタンドに詰めかけたサポーターの声援で会場はとてもいい雰囲気に包まれています。この時間は神戸対仙台、こちらをご覧いただきます。天気は曇り、時折雨もパラパラと混ざって降っている状況です。今日のナイトゲーム、このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ前半見ていきましょう。スペインリーグ第5節、神戸対仙台。サイド紹介です。皆さんから見て右に攻めるのが神戸、画面右側が仙台。立ち上がりのコーナー重要ですからね。ここ拾って次につなげたい仙台。これは合いません。大きく縦へ富田、平岡、仙台起点となるアクションが欲しい。平岡縦にボールを送りましたが、これはタイミング合いませんでした。大迫、富田、序盤は堅い試合展開を見せているなという印象ですよね。両チームともまだシュートまでいけてませんからね。どちらが先に仕掛けていくのか注目したいですよね。さあ行くのか、強引でも行くのか。スリーボールだ。ここは抑えました。遠藤、遠藤からターテのボール、もう一つ前、ミドル、すごい反応を見せました。いやー、ファインセーブですよね。よく取りましたね。これ仙台がこの試合最初のシュートを打ちました。まだ持っている。いいですね。上げてくる、きた、シュート。クロスでの反応バッチリあったんですが、決めることができませんでした。最後崩されましたよね。突破されて、すごい守りきれてないですよね。今のカテのボール、赤崎、遠藤、撫でるようなボールタッチ、上げてくる、どうだ、旗が上がっています。オフサイドです。40分を過ぎています。平岡、遠藤へ、遠藤、右サイド上がる、左サイド上がっていく。前半終了です。15分間のブレイクの後、セカンドハーフに入ってまいります。前半0対0。北澤さん、この前半を振り返っていただけますか。消耗してきている中で選手起用、そういった形でどうするかですよね。もう本当に変えることによってね、本当に勝負どころになる可能性ももちろんありますしね。ただ変えたことによって今までのバランスを崩してしまうこともありますからね。スペインリーグ第5節、神戸対仙台。得点は動かないまま後半を迎えます。後半スタートです。0対0で入っていく後半です。このパスを受けてヤンヨンギ、富田、遠藤へ、クロスを入れる。コーナーキックです。神戸メンバーチェンジをします。収まった、フリーだ、フリーで受ける、
ショートコーナー、左サイド上がってきます。中央に切り込む、遠藤から大きく前線フィード、カウンターを仕掛けます。自分で行く、裏のスペースを狙う、仕掛けるか、うん、取らないですね。長いボール縦へ、ムート左上がっていきます。抜けてくる、低い弾道打った、シュート、しのぐ。いやー、キーパーよく止めましたね。ナイスセーブですよね。これはチームとメンバー交代があるようです。同時に2人の選手が入れ替わります。長いボールを送ります。仙台、先日の試合ではあまり采配が的確でなかったとの指摘、ところどころありましたね。まああれは明らかに普段やらないような守り方で対応してしまったからでしょうね。結局うまくいかなかったですからね。ここはすぐ奪い返します。神戸、さあ左へ預けて、抜けてくる、ウィークロス、勝負なし、シュート、いやー、ポストに阻まれた形になりました。これはギリギリじゃないですか。これさあ、選手の入れ替えが激しくなってきました。平岡、今日は見応えがある分時間が経つのが早く感じますね。惜しい攻撃でしたけどもね、このまま終わっちゃうかな。仙台としてはもう残りこの時間で何とかしたいところでしょうね。小林、武藤、この辺は人に対して厳しくいってますよね。チャレンジしたところ、これはファウルではありません。そして今試合終了、0対0、神戸引き分けて勝ち点1を手に入れました。さあ、北澤さん、今日のゲーム振り返って何かございますか。両チームがお互いの持ち味をしっかり出していましたよね。目を見張る場面なんかもいくつかありましたから、引き分けとはいえ見応えのある試合内容でしたよね。はい、ありがとうございます。さあ、放送時間の方がそろそろ少なくなってきました。解説は北澤剛さんでお送りいたしました。北澤さん、いろいろお話ありがとうございました。ありがとうございました。スペインリーグ第5節、両チームともに勝ち点1ずつ分け合っています。